じいちゃんの古いクラウンのエンジンがかからなくなってしまったので、自分たちで修理できないか試みています。前回の動画では、液タイプのキャブクリーナーをキャブレターの内部に注入してみましたが、うまくいきませんでした。今回はアドバイスいただいた泡状のクリーナーを用意しました。はじめは前回のようにキャブの内部メンテナンス用ボルトを外してクリーナーを入れるつもりでしたが、それよりもガソリンが入るところから注入した方がより広範囲に内部にクリーナーが入ることに気がつきました。燃料ホースのバンドを緩めて燃料ポンプからキャブへガソリンが注ぎ込むパイプを確保しています。今抜いているホースは燃料リターンホースです。リターン側を閉じないと燃料が入る側から入れたクリーナーはリターン側から燃料タンクへ流れ出ていってしまいます。今外そうとしているのが燃料ポンプからキャブに燃料が送られてくるホースです。このパイプに後傾側ホースを組み合わせて注射器を接続しました。リターン側パイプにも後傾側ホースを取り付けました。リターン側ホースをホースクランプで止めました。クリーナーのノズルを注射器の中の穴にはめて噴射しました。今出てきてないのか。なかったよ、うん、リターン側のホースクランプを外してペットボトルに入れ、注入側の注射器に灯油を入れて内部のクリーナーを洗浄しました。うん、出てきた。どっから？細い。ん？あの噴射。両方？汚れ出てるね。それなんね、このオイル。汚れが出なくなるまでやる。
やるだけやってみたのでエンジンをかけてみます。そのままではかかりそうにないので、パーツクリーナーでカチカチをつけてみます。悪くなってしまっています。パーツクリーナーしてもかからないです。エンジンが一瞬エンジンは一瞬かかるもののすぐにエストします。じいちゃんが参加しに来ました。じいちゃんがパーツクリーナーをかけすぎて大火災発生。前回のではエンジンがかかってもアクセルを離すとすぐにエンストしましたが、アクセルオフでこの回転数で安定して動き続けています。前進しました。アイドリング回転数が高いのでアイドルアセットを時計回りに回して回転数を下げてみます。回転少しまでアイドル調整しました。だいぶ良くなったのでパーツクリーナー補助なしでもエンジンがかかるのかテストします。一発でエンジンかかりました。多分治りました。アクセルオフでもエンジンがかかるかテストします。エンジンは安定してかかるようになりました。キャブレター分解せずに、なんとかクリーナー洗浄だけで直せてよかったです。